はい、これ6月10日のテレ朝の記事なんですけども、民生用ドローンに小型爆弾搭載、ウクライナ軍の部隊講習を取材ということをしておりますけども、まあこれね、テレ朝といいますかね、もう喜んだんでしょうね。結局ね、民生用ドローン、ここには日本のものとかいろんなものが入っていると。ね、で、日本としましてはドローンを提供してるんだけども、これはあくまでもね、爆弾を搭載してやるもんじゃないと、なんか偵察がそういうものに使ってるんだというふうに言ってました。ところが、日本が提供したような民生用のドローンが実は爆弾が搭載されてね、これ加工されて使われてると。つまり兵器輸出をしているではないかという攻撃材料として使いたいもんですから、このタイミングでぶっこんできたと。もうこれはそういうことは明らかだと思います。あのね、今日あたり百田さんとかね、あと西岡さんたちがいろんな情報を流していましたけども、もしウクライナが1週間で降伏をしていたら、 C 国やあのやばい国たちというのは台湾やこちらの方を攻めるということをどうも舌打ち合わせをしていた節があると、そんな情報を流してました。つまりね、ウクライナというのはそれだけね、日本の安全保障にものすごくね、これ貢献してくれてるんですよ。そこにね、これを送って、で、彼らが小型爆弾搭載したからといって、これを批判するような記事をこのような形で堂々と載せているんです。もう私としてはもう許せない気分でいっぱいですね。